サイラス・チェスナットサイラス・チェスナットはアメリカのジャズピアニスト、作曲家、音楽プロデューサー。2006年、タイム誌の音楽評論家であるジョシュ・ティ・レンゲルは次のように書いている。チェスナットを彼の世代の最高のジャズピアニストにしているのは音符を放棄してスペースを再生する意欲です。サイラス・チェスナットは1963年にメリーランド州ボルチモアで マクドナルドとフロシーの息子として生まれた。チェスナットは7歳でピアノを学び始め、少年時代にはマウント・カルバリー・バプテスト教会で演奏していた。9歳までにピーバディ・インスティチュートでクラシック音楽を学んだ。1985年、チェスナットはボストンのバークリー音楽大学でジャズの作曲とアレンジの学位を取得した。2006年、チェスナットは テラークインターナショナルレコードからの最初のアルバム、ジェニューインチェスナットをリリースした。そこでは、マイケル・ホーキンス、ニール・スミスを含む自身が率いるレギュラートリオを伴った。このセッションにおける他のアーティストには、ギターのラッセル・マローンとパーカッションのスティーブン・クルーンがいた。1970年代初頭のブレッドによるソフトロックバラード、イフをはじめ、 過去半世紀における有名なポップナンバーのジャズによる解釈がそのアルバムに含まれている。この曲は6年生の頃からずっと温めていましたと、チェスナットは思い出を語っている。英語の先生の結婚式のために演奏しなければならなかったのです。それから多くの様々な場面で演奏してきました。実際にトップ40バンドで演奏したのは学校を卒業したばかりのことで、 かなりの時間が経ちましたが、最近になってもう一度考えを始めました。チェスナット自身の作曲によるメイソン・ディクソンラインはアルバムのハイライトの一つであり、楽しいビバップナンバーとなっている。ありがとうございます。